残念な死を迎えた武将5選。こんにちは、春雷です。三国志は登場する武将がとても多い話です。猛将と恐れられても、知将と尊敬されても、名将と称えられても、必ず人生最後の時が訪れ、中には生前の活躍に見合わない理不尽な死を迎えてしまう武将もいます。今回は残念な死を迎えた武将5選を紹介します。皇帝からの転落劇、炎術。炎術は五冠末期の武将であり、ほんのわずかな期間、中央朝を建国し皇帝にまでなった人物です。しかしその時五冠は滅んでいなかったため、諸侯から承認されず、曹操、劉備、孫策、呂布の連合軍に徹底的に打撃を与えられ、一気に天下統一の座から転落していきました。198年には同盟を組んだ呂布が曹操に討たれてしまい、さらに孤立を深めていきます。領地からは部下や民たちまでもが次々と逃亡していき、統治は不可能になってしまいます。翌199年、炎術は皇帝を辞任して炎章のもとへ逃亡します。ところが待ち伏せしていた劉備に奇襲をかけられてしまいました。命からがら逃亡するも、かつての部下だった陳蘭と来博に出会い、兵士、金、兵糧、すべてを奪われてしまいます。ボロボロの炎術はひたすら炎章のもとを目指しますが、途中喉が渇き、料理番に蜂蜜水を持ってこいと命令します。こんな時にまだ贅沢を言うのかと呆れた料理人は、血ならありますが蜂蜜などどこで得られましょうと返します。絶望した炎術は座り込み、ため息をついた後、この炎術ともあろうものがここまで落ちぶれてしまうとはと大声で怒鳴ります。その後うつ伏せに倒れ、2リットルもの血を吐いて死去してしまいました。炎術はすべてを失い、失意のもと亡くなってしまったのです。なお正史では199年6月、炎術は孤立無援の中憤死したと記されています。炎術は生まれこそ名門でしたが、正史演技ともに真偽にかけ人望にも乏しかったとされ、皇帝まで名乗るも最後は蜂蜜さえ得られず、炎術本人はどのような気持ちだったのか察すると、哀れにさえ思ってしまいますね。老臣の暴言、王老。王老は蜀の第一次北伐の時に宗臣の軍師として76歳という老齢ながら従軍していた人物。自らを老臣と称していた王老ですが、蜀との開戦の前日に、両軍が陣を構えたら私が陣の先頭に立って弁舌を使い諸葛亮を降伏させてみましょうと申し出ます。舌戦で諸葛亮に勝利すると宣言した王老は、翌日馬にまたがって颯爽と陣頭に現れます。一方の諸葛亮は四輪車の上にのんびりと腰掛けていました。王老は朝廷が危うくなったのを機に、曹操は天下を取ってしまった、義は禅譲の体裁を取ったように見せているが実は法罰だった、所詮蜀のような小国はどうせ負けるのだから諸葛亮も小国を捨てて義に来たら楽ができるとめちゃくちゃな理論を口にします。対する諸葛亮は大笑いをした後、曹操は董卓や李鶴、郭汜が天下を乱したことで権力を握った金獣のようなもの、奴のせいで世が乱れ民は苦しむようになったのだ、お前のような老族は陣頭にしゃしゃり出てくるな、もうすぐあの世に行くんだろうがと口汚く罵ったのです。王老はこの罵詈雑言に衝撃を受け落馬し憤死してしまったのでした。正史では高い学識のある真心を持った一流の人物であると注釈されている王老、諸葛亮と舌戦をして敗北の後に憤死とは正史では書かれていません。自ら死を選んだ淳育。淳育は29歳で曹操の軍師になりました。
純育は漢王朝を復興し天下太平の世にすることを強く願っていました。曹操は純育を高く評価し、我が志望と最大級の賛辞を送り重宝します。曹操の純育への信頼は絶大で、内政から外交まで必要不可欠な人材として全ての面を任せ頼りにしていました。関東の戦いでは弱気になった曹操を都から手紙で叱咤し勝利に導いた話は有名です。ただこの戦い以降、漢王朝復興が目的の純育と義侯になりたい曹操の間に亀裂ができ始めます。212年、純育は50歳で病死しましたが、その死には謎が多く自殺ではないかとも伝えられています。病に伏せっている時に曹操から贈り物が届きますが、中身が空っぽだったことがあり、それを用済みであるというサインだと感じた純育、殺されてしまう前に自害したという説です。ちなみに正史では憂いを残したまま自殺したと記されています。純育は漢王朝復興という野望を叶えてくれそうな英傑曹操に出会い、天下統一に協力しますが、皮肉なことにこの野望達成のために命を落としてしまったのではないでしょうか。また正史においては、曹操がはっきりと義侯になると純育に伝えたため憂いを残したまま自殺したと考えると理由がわかる気がするのです。皆様は純育の死どのように考えますか。最強武将の命乞い呂布。呂布は三国志史上最強の猛将、戦いに勝つために生まれたような人物。しかし君主への裏切りを繰り返してきた信頼の置けない人物という描かれ方もしています。そんな呂布が戦うことを諦めたのが可否の戦い、皮肉にも部下たちの寝返りという裏切り行為によって曹操に敗北してしまいました。曹操に降伏した呂布でしたが、はじめは縄がきつすぎる、緩めろと悪態をつきますが、曹操に虎を縛るのだから当たり前だと冷たくあしらわれます。そして今度はすでに降伏しているのだから何もできない、それより私を味方にしないか、そうすれば曹操の天下取りはたやすくなるぞと持ちかけます。呂布の武勇には一目置いていた曹操は裏切りの過去を忘れ迷い始めてしまいます。そこで劉備が、この者は董卓や丁原に仕え裏切りを繰り返してきました、そのことはお忘れなきようにと割って入ります。その助言によって曹操は呂布を殺し首を晒せと決断しました。これが三国志最強の武将と称えられた呂布の最後でした。これだけの武将が戦場で華々しく散るのではなく、捕らえられ命乞いをした挙句の公主刑とはあまりにもあっけない最後です。裏切りを重ね狡猾な武将は戦場で散ることすら許されなかったのかと感じてしまいます。呂布らしい最後といえば最後ですが、三国志最強の猛将の去り際としてはふさわしいとは言い難い呂布の最後ではないでしょうか。酒に溺れた最後、張飛。張飛は1万の兵に匹敵すると称されるほど勇猛な人物。219年、そんな張飛の義兄関羽が孫権軍の攻撃や味方の裏切りもあって命を落としてしまいます。劉備と張飛は義兄弟の死を悲しみ痛み、すぐにでも敵討ちをしようとしますが、周りの者たちに止められて泣く泣く諦めます。221年、張飛念願の呉討伐軍が編成され、張飛は復讐心を激しく燃やし準備を進めます。そこで張飛は部下の張達と樊哙に、3日以内に全軍の城装束を用意しろと無茶な命令をするのですが、2人はもう少し日にちをくださいと懇願します。ところがお酒が入っていた張飛は2人を棒で殴りつけた上に、間に合わなかったら切ると脅してしまいます。
常日頃から張飛の横暴さ暴力に恨みを募らせていた2人は、どうせ切られるのならと一か八か暗殺を企てました。張飛の寝室に忍び込み、ぐっすりと寝ている張飛を刺殺、首を打ち取り、その首を持って彼らは呉に亡命します。数々の戦でその座を轟かせた張飛の何ともあっけない最後でした。劉備は張飛の訃報を知る前に、ああ張飛が死んだと悟ったそうです。部下から常日頃恨みを買っていた張飛を劉備は心配していたのでしょう。実は正史では張飛の酒に関する記録はありません。酒豪で酒癖が悪いという人物像は演技での脚色のようです。人間味をプラスするために酒で失敗する庶民的な張飛像、現在でも憎めない人柄として多くの人々に親しまれています。今回は春来の独断と偏見で残念な死に方をした武将5人を選びました。皆さんの考える残念な死に方をした武将もぜひ教えてください。最後まで見ていただきありがとうございます。このチャンネル、たくさんの方に見ていただいていますが、9割くらいの方々が未登録です。私も2023年には数万の大軍勢を夢見ています。ぜひ皆さんも軍勢に加わってください。登録はチャンネル登録ボタンを押すだけ、1秒で終わります。ぜひお願いします。当時のもののふの気持ちになって物事を推測する、今後も三国志の世界を生きた英雄たちの物語を紹介していきます。それではまた、再见。